かっけー、見て。かっこいい。安全地帯。とりあえずじゃあここは OK なんで、こっちの奥に何かある可能性がありますからね。そんなバカな、これはドア開かない。頭より足、かっこいい。そう、でも俺このお面かぶりたいんですよ。かっけー。かっこいいよね。やっぱヨーロッパの騎士っつったらこういうのだよね。上級騎士的な。上級、そうっすね。ナポレオン的な。あ、ナポレオンは違うか。おー。うわー、絶対なんか、出てきそう。鍾乳洞場面。か。あ、やったー。どんどん先進んでるな、いいな。おお、誰かいる。お前は誰だ。What? I don't know you. Think. ついに来たか。Normally people give us Ancor Lucatiel. ルカティエル。From the land of Nerant. They say Drangleic, and so I came. But what a strip. コロッセオで戦ってそうな装備ですね。笑。Well, you've me. I can see that you are. I come from. Don't hesitate.手を貸し。You are an odd one. そうだね。Believe me. I can see. I come. ここで大きな玉の石がゴロゴロゴロってエンディ・ジョーンズみたいな。え、マジで？何も売ってくんないの？助けてくれるっつってるけど、Don't まあ。hesitate to call. ここ難しい。オッケー。罠があると面白いんだけどな。マジで？サクサクですね。おお、サクサクだね。うわ。あー、ここ誰かやってんの見た。負けられない戦いがここにはある。ここか。落下ししそう。危ない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 。ちょっと待って。かかったよ今。俺か今かかったでしょ。え、炎つけたでしょ俺今。つけてなかった。嘘、忘れてた。あ、忘れてたか。危ねえ、ちょっと戻ろう戻ろう。一旦戻ろう。え、俺かかってなかった。そう、やんなかった。そう言われると不安になるよね。かかってんじゃん。 なんだよ、もうめんどくさいな。かかってましたよ。そんな命の次に大事なこと忘れるわけないじゃないですか。ここのエリア名は何ですか？なんかなんとかの船着き場がどうのこうだってみたいなのか。あ、隠れ港か。船着き場じゃない。全然違うし。ごめんごめん、投げない。あ、鍵かけるの忘れてるかもみたいな。わら。そう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 。やったんだよ、分かってんだけど怖いからさ。はい、大丈夫よ。これ罠じゃないよね、大丈夫。焼ける？罠っぽいんだよな。お。やばない、これ。たまに、あれ？シャンプーしたっけ？みたいなね、罠。いや、それはねえよ。シャンプーは忘れないでしょ。攻撃時はできるだけ最後に回避できる分のスタミナ残すところいいですよ。かがり火そこですね。え、これはどこ行けんの？降りりゃいいのか？降りんのか？心の拠り所。かがり火最高ですよ、ね。うわー、なんか強そう。うわー。
なるほど。あれバス切ったっけ。みんなそのネタ引っ張るね。あーこいつか弓矢が春日。うわあぶね。そんなのあんの。あーはいはいはい。あーちょっと、あのねモニターの調子がちょっとやばいっす。見ないでやってます。あれトイレ流したっけ。学園祭は心配性だな。でも時々変な地震もくと頑固だから。ちょっとモニターがつかなくなった。あぶについて。あーなにこれ、モニターついてよ。ここに重量が増える指輪がある。マジで何これ、何今の。ご飯食べたっけ。モニターがつかないというアクシデントがちょっと。よかったよ。あれなんか食らった、毒きねえ、わら。ああよかった。ちょっとねモニターがついてないです。俺コンピューターの画面見ながら今やってます。お昼に食べたでしょ、わら。何回そのネタ引きずるんすか。事件、わら。見えてないんだよ画面がよ。接触の問題ですかね。うん多分ね。松明の日など明かりを近づけると逃げます。出血。ああそうなんだ。あ出血か。大丈夫、あの今治ったんで。俺のプレイじゃなくてまさかモニターが邪魔するとはね。いいよ、明日買うから、買うからってかもう明日来るからいいんだ。頑張れモニター。モニターよ、もうちょっと持ってくれ。こっち登るわけじゃないんだよね。あそこの下のやつも気になるけど、これ落ちモニターに嫌われる100円さん、これ落ちてもそのモニターくださいな、わら。あー大丈夫だった。わっとりおつかれ、今聞いたよ。はいはい、いらっしゃい。わら、保証書付きで。アメリカのモニターだから関係ないと思うけど。100円さんのリスナーさんは面白い方ばかりですわ、わら。あ、そうですか。何もないな。あ、なんか今、あ、結婚に触れるか。これを、うわぁ誰かいるな、あそこに。どうする、行く。後ろから倒せるなら、後ろからダークソウルですか。ダークソウルです。日に近づいて松明持って行った方がいいですよ。あ、本当？そういうことですか。この先アイテムがあるぞ、マジで。こいつ、ああ、暗闇怖い。ああなんか、おお、めっちゃいいんじゃん敵。あ、犬か。うわ、俺犬一番嫌いなんだ。だな、ちょっと待って。うわ、もっと上あんの。ちょっと行く。敵が仁王立ち、わら。棚の奥にアイテムありますよ。あ、オッケー。棚の、あ、危なかったけど大丈夫だった。そこのボスは弱いですよ。マジで本当。最近豚を買いました、わら。食器棚壊して。あ、オッケー。あ、本当だ。さすがや。命のカゴの指輪なんかゲットした。これはチェック。命は掘っているから容器機出てきた、わら。頑張れ。これだ。死んだ時に代わりに壊れる。ああ、いらないわ。それはこんな今装備したくない。
こっち進めってことだよね。これは登れないから、あの松明の付け方をちょっと、ああこれでやんのか。49分もあるよ。押すようだな。ああ逃げたのに、やっとった。その指はすごい重宝しますよ。うわ強い、やばいな。松明持っときゃよかった、失敗したな。なんで戦おうとしてんの俺こいつと。はい松明、松明、はいはい、松明つければ逃げるんでしょ。エストビン使っとこう。松明はガード時にダメージ多くもらうので注意してください。はいはい逃げろ、どっか行け。気持ち悪いなお前ら。はいほらほら行けどっか行け。気持ち悪いな。うわー気持ち悪い。ああああ、いいのか。ちょっとえ、なんでき、なんで話が違う、話が違うぞおい、そういう状そういうあのさ、その情報早く言ってよ。その途中で火になれて襲ってくるって、それ言ってくんないと俺わかんないし。そういうことなんだね。なるほど、よくできてんなおい。じゃあちょっとアイテムボックスでいくつか写すか。炎の剣が効きそう。ぶち切れて襲ってきた、爆笑した、笑。そうだね、炎の。このゲームのジャンルはアクションですか。アクションですね。笑った、笑。いや笑われても。もうちょっと早く、笑笑。そのヒントナイス、笑。そうだね、それもっと、もっと早く教えてほしかった。これ今更言われてもね、俺も困っちゃいますよ。コメントの時差、わらわら。まれに火が効かない敵もいる。なれんなや、わら。なるほど。じゃあまあ、とりあえずでも、ここは、炎の剣にした方がいいってことですね。OK。まあ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 、まあ、そんなこともありますよ。しょうがない、こればっかりは。誰も悪くないね。悪い人が誰もいないです、今の話の中に。しょうがないですよ。あーでも確かに炎のあれの方が強いような気がするな。うん、こっちの方がなんか敵がすぐ死んでるような気がします。タイミングがわらわら。外人さんがファーストプレイ頑張れってコメントしてる。そうそう。あ、マジっすか。Thanks。裏から優しい。やっぱ100円さんは普通の生主なら切れるのここでよくわからんけど、切れる内容じゃねえだろ。たかがゲームです。うわみんな来たね。100円さん、やさおですね。流血しちゃったね。おお来た。オッケー。ヤサオっていうの。あー、これ違うじゃん。こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。切れると怖い。いや別に。犬大嫌いなんで、このゲームのね、リアルは好きなんですけど。こいつら追いつつまでも襲ってくるからね。たかがゲームに人生かけてる人いますけどね、わら。それはダメだろ。普段優しい人ほど怒ると怖いのは周知の事実。確かにそれ考えてなかった証拠はそう、わら。頑張って100円さん。家族には怖いですけど、視聴者には切れることもないんで、全然。こいつら暴走。
何かあんの、ここ行ったら。あってくれよ。うわ、何これ。もしかしたら100円さんは切れると泣くタイプ？泣きはしない。ああ、何どうした？あ、これだ。グレートソード。ちょっと、お前ら何だ。やられちゃった。顔キモいな。でも一体ずつやっぱ倒していこうかな。そうだね。落ち着いて何もできないんで、ちょっともう一体ずつ倒していきます。ここまで来たら。さっき変な人もいたんでね、話せないんでね。宝箱、罠ですよ。グレートソード来た。あ、グレートソード強いの？あ、もう一個罠ですか。グレートソード。どれ？これか。おお！強っ！はい、いってらっしゃい。はい。だけど、あー、足りないね。やっぱ、たい、あれか。グレートソード強いですよ。強いね。カマジーがいっぱいいる。ちょっともう一回、さっきのあの男の人がいたんで、彼と話すとこまで、ちょっと行きましょうかね。カマジー、わらわら。カマジーはロタ。夜ご飯何食べようかな。カマジーって何？おっと、おー、いきなり来た。やばいな。よし。このリスナーはみんな仲良しだな、わらわら。そうですね、仲良くさせてもらってますよ、ほんと。皆さんも、皆さん同士でもね、仲良く、仲良いことは。どうせ持ちにすると筋力2倍分まで持てます。フレスでエンディングいけますよ。マジで？やった。そんなものを俺はゲットしちゃった。やったで。戦闘ヒーローの出てくる人。顔なしでしょ？うわー、なにこれ。確かに、わら。回復しとくか。リスナーがいいのは、100円さんの力によるもの。いや、まあ、俺の人柄っていうかね、みんな、なんか、インターネットの人って、ね、怖いイメージあるけど、そんなことないんだよね。みんなほんと、いい人でね。確かにそうですね。俺がとかじゃなくて、もうほんと、よかった。いい人ばっかいてくれて。嫌だもんね、嫌な人ばっかだったね。手がめっちゃある人。やばいな。何なんだよ。よし。犬いた。この剣いいな。やっぱりよかった、ロングソード。皆さんのおかげっすわ、マジで。雲のおじいさん。途中まで松明つけてって。これで倒すか。ニコ生の一部の人以外は偉人、わらわら。うん、うるさいなマジで。何なのお前らよ。うわもう死ん、うわー、しかもソウル全部やった。やっぱダメだ、倒せない。俺264レベです。164ですか。よし、みんな、もう俺は今日十分プレイしたと思う。俺今から別のゲームちょっとやんなきゃいけないから。これ辺でお別れだぜ、今日は。多分ね、集中力も切れる。ここまでプレイしたらもういいと思うんだよね。でしょ？重そう思うでしょ？十分だわ。またちょっとここプレイ動画見たりして勉強しますけど、結構進みましたね今日ね。まあ、ソウルなくなったけど。水分補給を。次のゲームは何かな？お、何のゲームですか？次何やろうかな。なんかの次の動画を見ようとしたら100円さんの動画がクムのところに。わら。あー、すいません。優しい人がクラスに欲しいです。わら。なんだそれ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ピースアウト。いや、もう寝ます。だって朝3時だもん、こっち。皆さん、ピースアウト。ありがとうね、ご視聴。また、
違うゲームやります。お疲れ様です。わらわら。